皆さんこんにちは。広島ドラゴンフライズジェネラルマネージャーの岡崎修司です。今日は2024年3月30日群馬クレインサンダース対広島ドラゴンフライズ、このゲーム1の試合を一緒に振り返っていきましょう。まず本日のゲームの結果ですが、92対86で広島が勝利となりました。今日のゲームはですね、広島の方が前半でですね、非常にこうイニシアチブを握るような展開になりました。特にオフェンスが好調で、スリーポイント、そしてセカンドチャンスからの得点、こういったものを踏まえるとですね、非常にこう20点近くのリードを広げることに成功しましたので、このリードを持ってですね、広島は今日優位にゲームを進められたのかなというふうに思います。また最後はですね、群馬の方はアウトサイドシュートを中心に1桁差まで追いつきましたが、前半のですね、得点差を詰めることができずに敗戦と、そういった今日はゲーム展開になったというふうに思います。次にスタッツを一緒に見ていきましょう。まず広島の方はですね、今日は何といってもスリーポイントシュートの確率が非常に高かったです。 46.2%、 26本で12本成功ということで、このあたりの数字っていうのは非常に素晴らしかったというふうに思います。特に前半がですね、このアウトサイドシュート、多くの選手はスリーポイントを決めましたので優位な展開を作ることができました。合わせて今日広島はですね、フリースロー31本獲得しています。ちょっとこの確率が 71% ということは少し残念ではあったんですけれども、このあたりフリースローをしっかりもらえているということは非常にですね、いいオフェンスができているという数字の表れだというふうに思いますので、こういったですね、数字オフェンスっていうのは明日も継続していきたいというような数字になっています。対する群馬もですね、今日は前半はちょっと苦しんだ展開になりましたけれども、後半の方はですね、自分たちの非常にタレント力、そして個々の能力を生かしながらですね、オフェンスを上げてきました。最終的にはですね、スタッツ的にもそこまで、リバウンドも33対26、またフィールドゴールのパーセントもですね、先ほど広島が 46% とお伝えしましたが、群馬は2ポイントが 71% ということで、このあたり非常に効果的に得点を取るシーンもありましたので、明日ですね、このあたりのオフェンス、お互いのオフェンス、そしてディフェンスっていうのが注目される展開になるのかなというふうに思っています。で次にですね、勝利チームの方からキープレイヤーを選出したいなというふうに思います。今日は背番号8番のですね、ブラックシアジュニア選手を選びたいなというふうに思います。今日は試合会場でですね、 MVP に選ばれてましたけれども、得点18得点、リバウンド7、そしてアシストも5本ということで、非常にですね、攻守の要になった選手なのかなというふうに思います。特に今日はですね、前半ビッグラインナップを取る時間帯が多かったんですけれども、その中で自らの得点、またアシスト、さらにはオフェンスの展開を作っていたところで、非常にチームにとって欠かせない存在になってましたので、そういった面からですね、選出したいなというふうに思います。はい、では最後に明日ですね、明日も同じように群馬との試合がここサンプラザホールで行われます。CS 争いでですね、本当に直接対決、このゲーム負けられない試合になりますので、この一戦も非常に注目です。明日はですね、おそらく群馬の方がディフェンスの方を変えてくると思います。それはシステムもそうですし、強度の面でもですね、立ち上がりから明日は変えてくると思いますので、広島はですね、それを上回れるような準備と、さらには今日特に後半ですね、オフェンスの停滞する場面が非常に多かったですので、このあたりですね、改善していくことが非常に重要なのかなというふうに思います。またここ CS に向けてですね、ゲームクロージングですね、最後の残り2分、3分、4分、2分ですね、このあたりのゲームの締め方っていうのも非常に課題が残るような今日ゲームだったと思いますので、また明日また別の展開になるとは思いますが、こういった面をしっかり成長改善してですね、成長していって CS につなげたいなというふうに思います。まだまだ CS に向けて負けられない戦いが続きますので、ぜひ明日も会場に来ていただければなというふうに思います。また明日もサンプラザホールでお会いしましょう。